ったんだけど。明日の分と今日の分と。めっちゃ、ちょっと多いかもな。まあいいや。はい、頑張って。頑張ってもろて。ちょっとね。やばい、全然思わなかった、ごめんなさい。ちょっと半端な感じで、あー、寒くてきたな。ミニ、いや、まだ早いな。いや、早くなった、もういいか。ミニでやってます。でも、ちょっと前にすぐこんな感じなんだよ。絶対まだ早いけど、今は今日私あの大さじ小さじを持ってるんだけど、溶かしちゃってこれはもう使えないや。あー、焦げそう、焦げそう。大丈夫だ、弱火にします。やっほー、みんな多めにしてくれて。ちょっとバッタバタ、配信あるからさ、あの思うようにこの行かないと嫌なのその時間ぴったりにやらないと嫌なのけどさ、嫌なんだけど思い通りに行かなかったので、生活感あふれる感じになっちゃってごめんなさいって感じ。お姉ちゃんの箸勝手に公開。いやいや、もういいかな、はい、OK。 これじゃどうすんだっけ。あ、回収から下ろして、キッチンペーパーですかね。いや、マジ悔しい、全然作り終わらなかったな。何作ってんだろうって感じだよね。タラの甘だれあんかけみたいな、甘酢あんかけかみたいな感じだと思う。なんとなくで作ってます。今日はなんとなくだよ、もう私は。いや、明日の朝の分まであるのはマジで。もう野菜とかちっちゃくなるし、置いておけるので、寝ちゃえばね、いい感じ。明日の夜でも食えばいいし、朝食べちゃうとなんかもったいない気しちゃうんだよね。あれ、うち映ってなくない？映ってないね。やばい、量多すぎて泣きそう。おもろ、あれでもちっちゃくなるでしょ。ちっちゃくなると思ってる私は。やっほー。じゃあなんかこの間鍋をやったんですよ、一人で。その時にその時にさ、めっちゃお野菜余ってて、どうしようかなって思って、え、ここめっちゃ新しいアングルじゃない？
あ、コメント見れるわ。なんか作りすぎちゃう癖がある、本当に。結構いい感じ。多分いい感じ。超洗い物出た。それやろう。野菜炒めぐらいある。多すぎない？えのきと玉ねぎとほうれん草入れたらこんななった。え、そんなに多かった？ほうれん草別にすればよかった。おひたしにすればよかった。まあいいや。ね、ほうれん草いらなかったな。入れちゃえと思って、めんどくさいから入れちゃえと思っちゃった。炒まったのかな。ちょっと意外と強火でもいいかもしれない。やっほー、明日の夜ご飯もこれでいいや。ね、そう思ってきた。こんなんばっか作ってますよ。なんかわーって入れて、もうレシピとかもう無視って感じ。レシピ無視。もうなんか人参とか書いてあったけど一切入れてないよね。うちの家に人参なんてないんだ。あ、野菜炒めになっちゃった。まあいいや。え、美味しそう。でもちょっと分けるか。タッパに入れよう。メッセージスマホ切るように1個タッパ。魚2匹やったんで1個タッパに入れたいと思います。1個はタッパ。バイバイ。タレを入れたらいいよね。素敵。やっほーみんな。あ、ちっちゃくなった野菜。あ、いい感じ。え、超美味しそう。もうちょい強火でいきたいね。人参ないよ、うちの家には。多くなっちゃったな、本当に。ターボハットありがとうございます。すごい、めっちゃくれてた。あ、おとぅターボ、おとぅ酒井さん、これダメだ。ドルボン、ドルボンありがとう。一緒に食べましょう。意外と時間がない。あー、まあ大丈夫か。食べる時間はあるな。野菜乗せていきます。いや、ちょっとやばい。ビジュアル最悪だね。今日も強度でビジュアルは悪いです。うちの子いつもビジュアル悪いんだよね。まあいいか。なんかよくわかんないのできちゃった。こんなもんしよう。バイタリルスミス食べれれば OK みたいな感じになっちゃう。いつもめっちゃ美味しそう。美味しそうであるね。美味しそうであるんだけど、ビジュアルがね、やっぱ悪いよね。ちょっと明日はもう一日、丸一日リハーサルなんで、結構気合を入れて今日いっぱい食べたいと思います。今日撮影もね、終わったので
もうちょっと頑張らなきゃ。でも今日魚なんだね。オッケー。ちょっとやれましょうね。まだちょっと。でもそんなにか。あんかけをかけたら終わり。あ、ちょっと映ってないっていう。ちょっと温めたらいい感じかな。頑張れ。あ、いいかも。タレ少ない？もしかして。やっても大丈夫。やばい。大丈夫か。怖っ。いい感じ。あともう多分暖かいうちにさ、しないとね、しなくなっちゃいそうだから。ということで完成です。カジのタラあんかけ、甘酢タレ、タラの甘酢あんかけ完成。はい、すみません、こんな適当にいつもバシャバシャ作っておりますが、なんかさ、お野菜もいつもキャベツとかバキバキ切ったりするんだけど、最近はもう一緒に食べちゃうことが増えてきてしまっております。さて、ケケケロケケケロケロチュー、ケケケロケケケケロチュー、ケケケケロケケロチュー、気持ちいいかな。ガン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 しょ、でご飯しょ、これ温めて飲み物をさ、あれかしら、スプラトゥーン、じゃろ入れます。スプラトゥーン、これこれ今どんなアングルなんだろう。ちょっと一回オンにします。ぽい。あ、たまに見る。あ、なんか2チーまでってやつが出てる。めっちゃ上向きだね。ご飯を一緒に食べましょう。熱っ、熱い、熱っ。よし、乾杯。お茶です。はい、私の家はブーノン茶。どうやったら見せられるんだろう。こう
見た。じゃーん。いただきます。タブーハートありがとうございます。ちょっと美味しいかな。わかんないけど。行ってみましょう。熱い。いただきます。めっちゃ美味しそう。たら。熱そう。うん。まあ。ねたらって生でいけんの？うわ。うまっ。焼けてるかわかんないや。電子レンジした方がいい、うん、とかある？揚げました。うん、まっ。今まで食べてお腹壊すのかな。でも4分って書いてあって4分じっくりやったはやったんだけどね。ご飯が、ね、私想像で白米といつまでもいけちゃう。うん、一応レンチンしといた。あ、絶対うちちょっと柔らかいなと思ったんだよね。まあいいや、そんな食べてないもんね。うん、おいしい。あ、そう。あ、めっちゃおいしい。今日は撮影でまーちゃんに会ってよ。まーちゃんやっほーって、久しぶりに。タイに関わる撮影なんかなって。確かに
夜ご飯作ろうだって。家事は今日はタイの甘酢だれかけにしました。何の撮影か把握してない説をしたいだって。どこまで言ってんのかな。めっちゃ楽しげな撮影だったってことは間違いないね。素敵。茶碗の持ち方絶対言われると思った。本当にすいません。申し訳ない。めっちゃ鼻水出てくる。手が余っちゃうんです。めっちゃめっちゃ熱い。この持ち方ちょっと熱すぎちゃって。でも大丈夫、もうご飯あとちょっとしかないから。もうね、めっちゃ美味しすぎて自分でも感動してる。なんでこんなに美味しくできたの私。なんか一発でうまくできたの超久しぶり。なんかあれとか思って、あでも電子レンジ入れたか、幸せです。でもあれだよね、今日は小さじを溶かしてしまってもう使えなくなっちゃったことが辛い。幸せ。ちょっとずつ上手になっちゃう。あ、なんか姉ちゃんからめっちゃ来てる LINE が。こっちでは見れないな。スマホ開いてるときアプローチには来ないってことだね。来てもいいんだぞ。
美味しい。泣いちゃう。うん、ちょっと口から今出そうだった、危ない。うん、全部食べちゃった。あっという間。これだとどうなんだろう、何が足りないのかな、バランス的に。キノコ、玉ねぎ、あと何食べたらめっちゃ良くなるんだろう。バランス考えたことないんだって。マジ意外とちゃんと考えてたりしますけど、どうなんだろう。なんかもう考えてはいるけど、なんていうの、あの実現はやっぱなかなかできないよね。今あと冷蔵庫に残ってんのが玉ねぎとキャベツと白菜だ。最初に帰ってるからいいだろレベルって。でもわかる、めっちゃわかる。楽しむだろうって。どうだろう、ほうれん草って、やばい、うちの勉強不足ですね。多分ほうれん草カルシウムだと思ってた。意識するだけも変わってくるかもしれない。若い世代は好きなもの食べても大丈夫だったらいいなみたいな風に思っちゃうね。どうかな。どうだろう。まあいいかな、いい感じかな。ほっこりしちゃった自分で、お腹いっぱいになって。うん、なんか姉ちゃんがずっとテレビの話してるな。私は参加できないかな、ごめんね。次の配信がめっちゃごめんガサガサ。次の配信が10時からですね、の配信ってことで。あ、野菜はカルシウムの吸収率低いんじゃなかったっけ。あ、若干って感じなんかな。私だからカルシウムをさ絶対に取らなきゃと思って、グミサプリとヨーグルトを毎日食べてるんだけど、まだちょっと足りないと思うんだよね。欠席できる、できやすくなるって。マジ？あ、そうなの。でもあんまりほうれん草高いんだよね。チンゲン菜めっちゃ食べるのってどうなんだろう。あと小松菜は多いかな。太郎くんありがとう。おっとぅだるまありがとう。 Thank you、 Thank you だよ。チーズ類、あ、チーズ類もねよく食べるかも。よく食べるようになりました。うん、チーズも高いからね、そんなにしょっちゅうこう使えないんだけど、一回開けるとめっちゃあのバーって使えていい。日、あの週によるよね。おトゥーハートありがとうございます。あ、ということで、あと2分とかですね。早っ。うん、実家に行った時の得意料理は親が買っておいたレトルトの牛丼に冷凍ほうれん草も食べるだった。まあでもなんか
いろいろあるよね、実家の味みたいなの。うん、でもなんかいい色、私本当にさ食に恵まれてしまって生きてきちゃったので、そうそう、だから自分も料理できるようにならなきゃなとか思っちゃうけど、いろいろあるよね。私友達にフィリピンのハーフの、フィリピンの子が、フィリピンの友達がいたんだけど、その友達はね面白かった、めっちゃ。お弁当箱開けたらマルチハンバーグがポンって一個あって、それをさ私たちにも食べさせてくれた。めっちゃ美味しかったもん。そう、そしたらこの間家帰ったらさ、実家帰ったらさ、あの冷蔵庫にマルチハンバーグ入ってて、あっこれがマルチハンバーグ、食べたくなっちゃった。マルチハンバーグ食べたいです。おっと、だるまありがとうございます。マルシーハンバーグめっちゃ食べたい。買ってみようかな。自分で買ったことないんですよね。そうなのよ。ということで今日は結構ショートヘアっぽいでしょ、めっちゃ。こんな感じでこれから行っていく感じになると思います。短めでしょ。そうなの。ちょっとお風呂入ってきていいですか。今のマルチハンバーグ買いましょう、みんな。ありがとう、みんな、ありがとうございます。ごめんね、ご覧いただき。1位はターボーです、ありがとうございます。皆さんのおかげでじわじわと差を詰めさせていただけています、ありがとう。じゃあね、ニューヨーク生配信といきたいところなんですけども、まあちょっと残念ながらそれをお見せできないかなと思うので、見たかったですが、でもですね、見せられないです。その理由としては私すっごい、もうやり方がうわーっていう感じなんで、見せたらファンが減っちゃうのですいません。いやマジですっごい顔してると思う。それではお手を拝借、せーの、以上です。またお会いしましょう。ありがとうございました。またね、ニューイヤー。